うざきちゃんは遊びたいのキャラクターを使ったとして <laughs>、あの献血のポスターがめちゃくちゃ叩かれていますけれども、今なんかもうそれとは関係ないわけのわからんような分の主張が通ってますね。オタクのうちなんか、使いたくない。そんな人の輸血なんかお断り。 っていう風に大騒ぎしてる人が、ツイッターでめちゃくちゃ見受けられ、見受けられますね。あー正直言いましょう。今現在、そりゃもう確かにオタクという言葉が生まれた時点では、まあオタクは正直言って、まあものすごい少数派でしたし、もう、見てわかる通りあのメガネ、ブサイクで、 キャラクターの文を、キャラクターの服着てるっていう風なイメージがオタクの典型的なイメージでしょうけれども、正直言ってそんな見た目、見た目そんなオタクっていうようなオタク、もう今現在存在してないと思いますよ、ほとんど、むしろ。普通の人でオタクっぽいオタクっていうのが、多分今の一般的じゃないかなと思います。 正直言って、もう今何かしらの。だって、正直オタクという言葉が生まれた時点ではもうオタクイコールアニメ漫画好きな男っていうふうなイメージでしょうけれども、もう今、 オタクイコール漫画アニメだけじゃないですからね。機械、実写ドラマ。<laughs> まあ、要するにサブカルチャーとかに普通の人よりちょっと知っていればオタクマニア。まあ、そんなイメージが強いでしょうけれども。ただ、も、一つ言えることはあ、一つじゃない。あの、おそらくですけれども、 大学の博士号、まあ大学院とかで、あの、博士課程終了、修士課程終了っていう風な文で、学位博士とかもらえますけれども、正直言って、それも、大学が認めたオタク、その何々学、まあ医学でも経営学、経済学、何でもいいです。 おそらくその博士号も大学が認めたオタク、オタ博士号イコールオタクじゃないかなって自分ちょっと思ってることもあります。それに、本物のオタクに悪人はなしっていう言葉はありますけれども、正直それたらしいと自分は思っています。なぜかといえば、 その道を極めるためにやってるんだ。他の方になんか、そんなところに手出すぐらいだったらそっちの方を極めた方がいいや。っていう風なのが普通のオタクの考え方です。それに言ってない人はマニア、いや、むしろエセオタク。そっちの方のオタクの方が、まあ悪いイメージを与えてるっていうような、だと自分は思っています。 まあ、それに、三年 B 組金八先生の第2期と第3期だか、第3期、第4期だかの間に出てきたスペシャルで、入れ墨を入れた生徒っていう話があったんですけれども、それでちょっと輸血関係の問題で考えさせられることがありましたね。確かあの時は、 金八先生の娘、まあ、すなわち星野、今現在成長したのは星野真理が演じていますけれども、その乙女が昔、命に関わるような病気になったっていうのがあったんです。で、その時に輸血が必要だっていう設定だったんですけれども、その時に AB 型の 確か RH- っていう日本で一番血液型の少ないパターンの持ち主だったっていう設定だったんですよね。んでそれでんで結構探し回ったけれども見つからなくて命の危険がになさらされてるっていうふうに思っもう助けられないっていうふうに 思われたその時に、金八先生の生徒の中で、その血液型を持っている生徒が一人だけいたんです。ですけれども、その生徒は、入れ墨を入れていたっていうふうな <laughs>。で、それで、入れ墨を入れてるものの血液なんか、入れてたまるかっていうふうに、金八先生が、ま、あとにかく、今現在の、 お宅の血なんか入れられない、入れてたまるかっていう風に言ってる人と全く同じことを言ったんです。ですけれども、まあ、金八先生のお妻は、同じ血なんだかね。でも、同じ血でしょっていう風に金八先生を説得するんです。そこを見てたんですよね、自分。なんか、その話を思い出して、 その今現在オタクの血なんかいらないっていうふうに言ってる人この時の武田鉄矢なんだなっていうふうに思いましたねじゃあ今現在オタクの血なんかいらないなんていうふうに言ってる人もし自分自身が r h ス型の AB 型おそらく日本で一番少ないっていう血液型 が <laughs>、の持ち主で、そして、輸血が必要なほどの大怪我を負ってしまったとき、まさか、その時に、その血液型に合う人、まあ当時と今ではもう本当に、まあ探し方も随分とか合っていますから、すぐに見つかるでしょうけれども、すぐに輸血のできるような人が、周りにいない、そして、 見つけられたらオタクだった。そんな時にもそういうふうに言えますかねオタクだからそのオタクの血が流れたら自分が汚れるなんてそんなことを言っていられる状況ですかって言いたくなりますね。正直今 もう献血でポスターがどうのこうのって言っていること自体がまず間違いだと思います。自分はそう思っています。そりゃ確かに、まあ、一部分は大きい。まあ女性から見たら本当に、まあ、 とっていう風にかかれれるかもしれませんですけれども、も目を引くことだけは間違いないですよね。例えば、だったら、献血といえば血を取るということですから、例えば、日本赤十字社のポスターが一面真っ赤なポスターで、 下に赤い文字で、あなたの血液が必要です。ぜひ献血をお願いしますと白い、白抜きの文字で書かれていたらどうですかまあ多分いかないでしょうね。赤いも、もうその赤を見た時点でちょっと恐怖を感じるようなっていう風な感じですからね。まあそのような文でも、一応、目は、 目につきますけれどもまあいい印象はおそらく宇崎ちゃんは遊びたいなあのキャラクター以上に悪い印象の方が強いと思います。